けましておめでとうございます。団長も初売り来るだろ。よし走れ。 Yo! 今年もウェルカムニューイヤー。外は寒すぎて超イヤー。俺のソウル響かすぜガンガン。ゾウニの餅で腹はパンパン。でも関係ねえぜ、風呂は沸かせ。お茶飲みてえならお湯沸かせ。その名は JJ Check it out。俺の力が必要ならいつでも言ってくれ。青の娘の腕に抱かれると喉から勝手にゴロゴロと音が鳴ってしまうのじゃ。古代よりよみがえりし戦争兵器キャタピラの誕生です。さあお姉様、共に参りましょう。ピー、この小娘は何なのじゃ。東南東の守護神ハイラだ。よろしく頼む。めかししたリリー、みんなに見てほしいの。
アルスター島の騎士ノイシュ。我が身に竜の力ありといえど、団長殿とルリア殿を守るという誓いは変わりません。空の果てまでお供いたします。キャサリンよ乗ってく？わっちの名はうつせみ。たとえ鳥かごのようだと称されても、わっちはあの町を愛してやす。人々に夢を見せ、心に深く寄り添うことのできる場所はあの町以外にありんせん。達人宮のご利益は厄除け、開運、金運上昇、才能発露です。すまぬな天守、品を。ほう、確かに良い出来だ。よし、決めたぞ。これをわらわの宝の一つとする。無論何時の望むものを対価として支払おう。客人よ、わらわに少し付き合え。あまり外に出んのだ。仕方なかろう。おい貴様、許せん。天網開会祖にしてもらさず、わらわの宝を奪った罪、己が身で贖え。ああ、今雷が落ちて。ん？そういえばまだ名を名乗っていなかったな。わらわはハイラ、この神宮の主だ。お帰りなさいませ、ハイラ様。ですよね。あのまま転んでたら、ハイラさんが怪我してたかもしれないですし。まさか、嘘も下心もなくそんな言葉を言うとはな。これは何か礼をせねばならんな。気にせず、何か願いを言うがよい。うむ。そんなことでよいのか？望むのであれば、わらわの宝を特別に分けてやってもよいのだぞ。
そのあり方は決して隠せるものではない。良い、実に良いではないか。わらわは決めたぞ。団長たちを、何時たちをわらわの宝とする。わらわの宝として英語この場にとどまるがよい。いきなり何言ってんだ。安心しろ、わらわは自分の宝はしっかりとめでる、ゆえに何の心配もいらん。何？宝をめでたかったらついてこい、そういうのか？ああ、嫌だったらオイラたちは抵抗するだけだぜ。ほぶしだ。わらわはこの達人宮の外に出るつもりはない、ゆえに交渉は決裂だ。ハイラ様のやり方ではおそらく本末転倒になるかと。あれを探すのにもきっと力になってくださるはずです。なるほど、確かにそういう意味ではわらわにも利点があるか。団長よ、先ほどの言葉は撤回する。わらわは何時たちの言葉を受け入れ同行することにしよう。随分と切り替えが早いな。団長たちと旅をすることはわらわにも利点がある、そう判断をした。何を言っている？その一緒に旅をするようになってから一度もハイラさんの姿を見たことがなかったので、だからちょっと心配になって。なるほど、そういうことか。ついぞいつもの調子で部屋にこもっていたが、すまぬ、余計な心配をかけたな。許せ。今までずっと部屋にいたのか？そうだが。私もハイラ様がお風呂やトイレ以外で部屋から出た姿はここしばらく見たことがありません。おいおい、さすがにデブショーすぎんだろう。しかも式神の姉ちゃんたちに世話してもらって自分は部屋でのんびりしてるって。それはハイラ様が引きこもりだったからです。え？邪魔しれ、しれ、しれ、邪魔、消え、消え、消えよ。電網快感、ゾにして漏らさず、仕置きの時間だ。受けよ、